了解。道が分かんなかったら連絡して、にっこりマーク。うわー、うまそう。兄ちゃん、これここでいい？ありがとう、ありがとう。これ水入ってるからね、こぼさないでね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ始めますか。いただきます。違う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 、いただかないで。この鍋はお前たちと食べるために作ったやつじゃないから。え、これ兄ちゃん一人で食べるにしてはちょっと多くない？今日は会社の後輩が来るんです。後輩？兄ちゃんの？そうだよ、実在する後輩。当たり前だろ。てかさ、ん？なんでパジャマなの？え、これから人来るんだよね。確かに、パジャマと鍋の組み合わせってなんか変、すっごい違和感。着替えるか。あーでもなー、今日着てた服も洗濯しちゃってるし。着替えるなら早く着替えないと。どうしよう、どうしたらいいんだろう。ほらー、どうすんの。ドットにドットのパンツってやばいじゃん。いやいやいや、それだけは絶対にないよ。え、やばいじゃん、変態だよもう。そっか。いや、そっかじゃないよ。早く来てよ。どっちだ前。いやもう分かんない、とりあえず来て。どうぞ、開いてますよ。おお、ガイ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 。あ、うまい。あ、ピンってしないで、もうこ、あ、この距離感。オッケーオッケーオッケー、いいかも、これで。もういいよ、しよし。ゆういちさん、ゆういちさん、よう。やっぱそうですよね。え？え、帰っちゃった。え、奈良原、奈良原。すいません、ゆういちさんの家といえばドレスコードパジャマですよね。いや、ドレスコードではないけど、え、そんな話したっけ？ほら、パソコンの待ち受け。弟さんたちの写真、他にも何枚か見せてもらいましたけど、全部パジャマだったから。いっそのことパジャマで着ちゃおうかなと思ったんですけど、さすがに鍋の時はパジャマじゃないかなとかいろいろ考えちゃって。でも持ってきてよかったっす。ちょちょちょ、兄ちゃん、なになになに、いい人、変な人、どっち？見りゃわかるだろ、変なやつだよ。ああ、ゆういちさん、ん、これ。なになに？ごちそうになるのでつまらないものですけど。ちゃんとしてる。ありがとう。そんな気使うなよ。いや、ゆういちさんの家にお邪魔するのに、うん、手ぶらで来るわけないでしょ。おお、ありがとう。じゃあいただくわ。はい、おも。え、なにこれ。よいしょ。水です。え、なんかお鍋に使える差し入れ持っていこうと思って。具材だとほらあれじゃないですか、アレルギーとかっていろいろあれかなと思って。となると水だって。え、なんかちょっと高いとか特別なお水ですか？そんなわけないでしょ、スーパーで買ったやつです。なんだろうこの感覚。差し入れが水って間違ってない気もするけど、めちゃくちゃ間違ってる気もする。奈良原さん、ありがとうございます。いえ。なんなのこの二人。よし、俺は奈良原と鍋を食べるんだから、お前らは出てけ。え？ん？なんで？ここまで用意したのに。美味しそう。お腹。いい匂いもするし。グーって言ってる。ちょっと、ちょっと。一緒に食べないんですか？そうなのかなって思ってましたけど。ほら、鍋って大人数で食べたらうまくないですか？そうですか？そう言われちゃったらね。しらじらしいよ。奈良原いいの？いいどころか大歓迎ですよ。じゃあみんなで食べるか。ほら、皿とか箸とか持ってきな。やったー、鍋。
そろそろいいんじゃないかな。ならなら座ったら。ああ大丈夫です。そろそろ食べますよね。うん、まあそうだね。よし、じゃあいただきまーす。え、あ、え、ここで食べるんですか。うん、そうだけど。ああ、なるほどなるほど。あ、そっか。あ、奈良原さん、足痛いとかならクッションとか持ってきますよ。あ、いやいや全然そういうんじゃなくて、いや、なんていうか、俺こういう床に座ってご飯食べたことなくて。え、こういうの初めてで。どういうことですか。え、普通ダイニングテーブルあるじゃないですか。床に座って食べて、俺ちゃんとできるかなってドキドキしてました。え、奈良原さんってお金持ちの人？いや、わからないけど、まあ確かに品の良さを感じるよな。え、でも俺よくわかんないですけど、高級なうなぎとかすき焼きとか床に座って食べません？あ、そうそう、そうですよ。あ、それは畳じゃないですか。畳ならあるんですよ。この床に直接座って食べることはなかったです。てかそもそもこんな狭いとこでご飯食べるのも初めてで。狭い？はい、だから全然落ち着かなくて、どうしよっかな。でもよかったです。え？初めて床でご飯を食べるのがゆういちさんのお家で、しかもゆういちさんの手作り鍋で、こんな初体験最高です。嬉しいです。そう？はい。じゃあ行きますね。よし。いや、窮屈っすね。窮屈も悪くないだろう。はい。じゃあいただきますか。いただきまーす。うまそう。いっちゃっていっちゃって。ちょっとお前邪魔邪魔邪魔。ちょっと邪魔邪魔邪魔。どうだどうだ。うま。ありがとうな。ちょ、なんだよこれ。めちゃくちゃ美味しいじゃん。そんな怒ることないだろお前。ほら、奈良原も食べな。うまい。うん、めちゃくちゃ美味しそうに食べるじゃん。 CM みたい。いやいやいや、こんな風に食べてくれるのもなんか自信つくな。ありがとうな。うまいっす、この床鍋。床鍋じゃないけどな。まあでもお前が床鍋って言うんだったらもうこれは床鍋だよ。もう床鍋っていうか、奈良原さ、なんか話があったんじゃないのか。あれ、あ、なんかあったか。ゆういちさんにちょっと相談したいことがありまして。おお、言ってみろ。仕事を辞めようかと思ってて。え、なんで。このまま続けてても先が見えないっていうか、これからの自分なりの人生設計をノートに書いてみようと思ったんです。そしたら何にも書けなくて、ああ、俺ってこれから先のこと何にも考えずに生きてたんだなって気づかされて、で、このまま続けててもなって。俺だってそうだよ。でもさ、今の仕事辞めてどうすんの。次にやりたいことも決まってないんだろ。はい。俺だってこの仕事を本当にやりたいかって言われたらどうか分かんないよ。何回も辞めてさ、ずっと家にいたいなって、みんなの前で怒られたくないなってずっと思ってるよ。でもさ、みんなそういうの我慢してるんだよ。そういう苦しい生活の中でさ、小さな幸せを見つけて一喜一憂してるんだよ。俺は人生ってそういうものだって思ってる。俺だって仕事辞めたいよ。何もしたくないよ。怒られたくないよ。でもさ、俺だって我慢してるんだよ。
だから奈良原ももう少し我慢して次にやりたいことが決まったら今の仕事を辞めてそれから新しいことに挑戦するのもいいんじゃないかな。確かにそうっすよね。待て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 、今の状況で食べられる？え、できたんで。そういうことじゃなくてさ、俺奈良原の悩みを受けてたじゃん。で俺はそれに対して鍋を一口も食べないで奈良原の相談に真剣に答えてたじゃん。あっ、すいません。まあまあまあ兄ちゃんもさ、そう怒らないで。お前らもだから。おい、これさ、もともとさ俺奈良原と食べるはずだった鍋じゃん。お前らバク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 食いすぎだから。つい、うん、美味しくて、うん、俺一口も食べてないんだよこれ。お前らがさ、こっちの空気も察しないで鍋バク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 食べてたらさ、そりゃ奈良原も食べたくなるわな。ほんとっすよね。え、いや、ほんとゆういちさんの言う通りで、俺ゆういちさんの話真剣に聞いてたんですよ。でもどっかの瞬間から、あれ、鍋がどんどんなくなってってるぞっていうことに自分の意識が向き始めて、そこから先の記憶がないんです。そうなのかもしれないけどさ、うん、本当すいません、俺とガイが空気読まないで食べちゃって。まあいいよいいよ、そういうこともある。この流れで人のせいにすることある？いや、なんかすいません。この状況を生かして逆にグッとくるようないいこと言おうと思ったんですけど、何も思いつきませんでした。それ言います？本当ですよ。よし、とりあえず食べよう。で、その後に悩みが聞くからな。よし、この床鍋最高っす。自由で床鍋って言うなよ。お前ようやく食べれるね。ここいっぱい余ってるよ。野菜じゃねえか。来年1月30日はファンミーティング2020、会えるの？幼い三兄弟。この動画は二人への最後のメッセージになるかもしれない。天寿？描かれるのは三兄弟の1年後。ゲストと共に舞台だけのオリジナルストーリーを披露します。本当です。ぜひ生の幼い三兄弟をお楽しみください。このまま会えないとか俺やだよ。これは兄ちゃんが俺に与えた試練なんだよね。幼い三兄弟がテレビ番組になりました。そうだよな。日本テレビで火曜深夜に放送中。テレビでも三兄弟に出会えます。お楽しみに。うまい。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ奈良原さん、視聴者の方がグッドボタンを押したくなるようなグッドな一言お願いします。俺っすか、うん、俺が何か言えばいいんですか。俺そう変えました。何も思いつきませんでした。笑っとけ。